E プラスをご覧の皆様こんにちは。ラインハルト・フォン・ミューゼル役の間宮祥太朗です。今回初陣もう一つの敵ということで、ラインハルトは16歳なんですね。僕が輝く星闇を裂いてで演じたのが18歳、前回の内乱で演じたのが21歳となってまして、今回僕のラインハルトの歴史の中では一番年齢が低い場所をやるんですけれども、自分自身自分の実年齢よりも低い役をやるっていうことがあまりないので、若返るというのともまた違うんですけど、どういうふうにその時代のその時のラインハルトの葛藤を出していこうかなっていうのは、キルヒアイス役の橋本敦史さんといっぱいいっぱい話し合って、演出の大岩さんや座組のみんなでやっていくうちに見えていくのかなと今は思っております。前回と多分一番違う部分はですね、演出の大岩さんと話してるんですけど、前回ド派手な艦隊戦があって、で銀河英雄伝説の中でも特にスケールの大きいところをやったなという実感があるんですけれども、今回は始まりを僕自身見せたいなと思っていまして、前回やった内乱がすごいスケールの大きいことで、あそこまで広がっていく一番最初の広がる前の始まりは何だったのかとか、どうしてラインハルトはあそこまで広がったのかとか、キルヒアイスはどうしてついていったのかとか、そういう一番根本にある何かものを見せたいなと思っていまして、そのために大岩さんと共演者の皆様と緻密に綿密に積み重ねて出していけるものを出したいなと思っております。あとヤオエンリー役の田中圭さんは同じ事務所でして初共演となるので、それも楽しみです。舞台銀河英雄伝説初陣もう一つの敵は8月1日木曜日から8月6日火曜日まで日本青年館大ホールにて上演となります。チケットは6月8日土曜日より各プレイガイドで発売中となっております。劇場でお会いしましょう。